今日はベーコンとエリンギのパスタだよー。ちょっと切るよー。もうね、今切っちゃった。で、ベーコン切るじゃん。ちょっと今迷ってるのはさ、このポトフを使えねえかなっていうね。昨日作ったポトフをさ、使う？やっぱじゃがいもの味が濃いんだよね。やっぱ別だよね。これはこれだよね。そこでよかしておいて、フライパンが入ってね。それで、油を敷きたいのあったね。油を敷きますよ。で、無意味に胡椒と塩。それで、ちょっとだけバターをさ、今日はさ、エリンギがあるからさ、バターやからさ、バターもいっぱい入れるんだけど、油もちょっと入れといたわ。それで、あれ、パスタソースはね、いつものね、キューピーのね、パスタソース。そして、もうパチパチ言ってきたね。パチパチ言ってきたら、ニンニクっぽいね、ニンニクっぽいにして、これで炒めまして、ベーコンさ、ほぐすよ、今日はね。いつもほぐしてないでしょ、俺。今日はほぐすわ。どうだ。よいしょ。はい、ほぐしました。炒めます。もうこれだけで美味しいよね。これだけで美味しいのに、余計なことを俺はしようとするわけだ。これだけで美味しいのにだよ。エリンギ入れちゃいます。じゃあ、もうエリンギ油吸うからさ、ね、エリンギはほら食感が美味しいじゃん。パスタね、2人前。よいしょ。5分のやつ。はい。うまいパスタ、5分のやつ。これが案外最初さ、取れそうでさ、パッと取れるときにじゃあ、いや、今は取れた。次も取れるかな、パッと。取れた。たまに取れないときあるんだよ。なんか、あれれれって言って。はい、かまった。はい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 。ね。そしたら、これね。うん、キューピー。振って、じゃじゃーん、入れまして、ちょっと多めに入れる。何かというと、ね、また味付けてるね。ここに、今日はさ、スープ、ちょっとスープ的にしようと思ってるんで、これに牛乳全部入れちゃえってなるんだよね。入れない。ちょっと残しとこう。ちょっと残ってる。なんか、これの目分量はね、大事よ。それで、ね。あら。これも。反対から行くか。これあるあるだよね。開け口って書いた方がいかないっていうね。はい、ね。はい、これね。生クリーム。生クリームやっぱ最初贅沢なんだけど、入れようよ。入れようよ、またなんだわ。オッケーかな。ね。これで、ちょっと味見しよう。スプーンでね。味。塩コショウが足りない、ね、コンソメが今日ないからさ。どうしよう、うめえよ、やばい。今味が整うんだ。作ってる。何作ってる。作ってない。俺と2人で、うん、もちろん。なんで感謝食べたいって言う。感謝食べたいって言う。色がついたら、少し色んなものがなければ。ちょっと一回固めようかな。ちょっと待とう。ちょっと大きく時間。
10分後で用意しましょうかね。10分後食事。なかなかいいよ。俺先に食っちゃうかもしれないけどね。先に食っちゃったもんだ。終わりは一緒に食べようよ。分かったよな。食べてるとこ店に行くわ。だいたいこれで基本ができたんで、次パスタ茹でるまでまた、はい、こんな感じでできました。どうこれうまそうじゃない。これほんとうまいから、なんかちょっと塩コショウ足したらね、えっていうぐらいうまくなってね今。あーやべ、これだけで食いて、うんうん、パスタね、ご飯ね、見なきゃいけないからね。パスタ上がったぜー。あーくっついてるやつ、くっついてるやつ、そこにくっついてるやつ、これオッケー。なっちも取ってる靴のままだから、そんでもってこの蓋は熱い、熱くないね。オッケー、それでこれはこれで温めてあれよ。それでパスタを、パスタを今日はめんどくさいので、めんどくせえとかいろいろなもの足りないので、フライパンが足りないとかなので、もうここにね、これ2枚作んなきゃだからさ、今開けよう、待ってね。はい、これで2つに入れました。いい、これね、見せれねえんだよな、見せていいけどこぼしたりすると嫌だから、はい、ここにジャバー、はいはい、ジャバー、はいはい、ジャバー、大体ね、大体よ、はい、できたよと、ほら完璧。今見せるからちょっと待ってね、はい、はい、これどうですか。はい、美味しそうね。はい、クリームパスタですよ。エリンギとベーコンとニンニクのね、クリームパスタでスープパスタなんだが、スープはちょっとね、少なめになぜかすると味をほらいっぱい使うじゃん。だからこんな感じにしてちょっと食べてみよう。Have a nice. Bye bye.